旧堺灯台は、大阪府堺市堺区台浜北町5町にある木製様式灯台跡である。現存する最古の木製様式灯台の一つとして、国の史跡に指定されている。木製の六角形の灯台で、高さは11.3メートル。1877年に完成し、1968年1月29日まで、使用されていた。 1972年7月12日に国の史跡に指定された。2005年から保存解体修理を行い、2007年3月に修理工事が終了。翌年に第28回大阪都市景観建築賞、奨励賞を受賞。江戸時代の堺港の灯台の変遷については、堺市資料に収められている。 堺港灯台起源遠隔等取り調べ上申書に記録が残されている。これによると、堺港の灯台は1689年に初めて市中の商人の基金で建築されて、以降、1877年の洋式灯台まで7期にわたって位置を変えながら新設されていったとされている。堺港は特に1704年の大和川付け替え以降、 土砂の流入などにより集築を繰り返し、それに合わせて、灯台も規模を大きくしながら位置を変えていった。このことは同時に、堺の町の発展を表すものであると言える。明治時代初期、堺港の改修事業に伴い、新しい灯台設置の必要性が高まった。そこで、高山や二郎をはじめ、堺の有力者らは自ら基金を出し合い、 当時の堺県からの補助金も受けて灯台を建設した。灯台の建設にはイギリス人技師指導の下堺の大工や石膏も深く関わっている。1877年に大鳩の生誕に灯台が完成し、同年9月15日から稼働した。当初の高原は石油ランプを使い、約1 8トル先まで灯台の光が届いたとされている。 しかし時代が下り、1959年から始まった、堺仙北臨海工業地帯の埋め立てにより、徐々に東大の役目を果たせなくなった。そのため東大は1968年に廃止され、90年の歴史に幕を閉じた。旧堺東大は、堺市のシンボルの一つとされ、市内各所でモチーフとして使用されている。とりわけ、堺区内には、 旧堺灯台をモチーフにした公衆電話ボックスや時計台があり、旧堺灯台をデザインしたマンホールが随所に見られる。1997年に開催された波和や国体を記念して、堺市内の若市製造業者らが共同で旧堺灯台をかたどった、堺灯台も中を開発している。近年では、海の日の前後の2日間で、試食員立ち会いの下で、 東大内部の一般公開も行われている。旧堺港の沿岸部は、プロムナードとして整備され、大鳩には、詩人、伊藤静岡妃、東大の光を見つつも立っている。また、2000年には、かつて、大浜公園にあった、竜女心像が、小鳩の波、ジョスミヨシ神社跡地に復元設置され、旧堺東大とともに、シンボルとなっている。なお、 旧堺灯台の仙台にあたる第6期の灯台は小鳩に置かれていた。南海本線堺駅から西へ約 1km、徒歩約12分。ありがとうございます。